藤ひなたです。はい、今回の動画はダイエット動画なんですけど、まずビフォーアフターを見せましょう。じゅん、全然違いますね。今回どうやって痩せたかを紹介したいんですけど、2パターンありまして、短期間集中ダイエットと長期的に必ずリバウンドしないダイエットがあるので、今日は短期間集中ダイエットを紹介したいと思います。まず3日間流動食ダイエットをします。断食じゃなくて流動食ダイエットです。1日目2日目3日目全く同じものを食べるんですけど、朝夜にオイコスの、これね、オイコスのヨーグルトを食べます。味は何でもいいです。全部脂肪ゼロでカロリーも100カロリー未満なの でこれを朝夜に食べます。もしもう我慢できない、くじけそうってなったら、炭酸の、まあ、ゼロカロリージュースだとか果汁 100% のジュースを飲んでください。くじけていっぱい食べちゃうよりは全然いいです。3日間それを続けるだけで3キロ痩せますね。私は155センチで今39.5 キロなんですけど、痩せる前は52キロぐらいありました。その頃の自分は人に会うのも嫌だし、なんか何をするのにも嫌でしたね。で、今自分から進んでいろいろやりたいなって、今回 YouTube もそうですし、なんかダイエットして本当に良かったと思うので、皆さんもぜひ真似してください。長期的ダイエットは次回載せますので、よかったらそちらも見てください。ではでは、おつひな、バイバーイ。